はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんは遊戯王カードの装備カードの中で一番強い装備魔法何かご存知ですか？これね、コミックハンドなんですよ。諸説あります僕はコミックハンドだと思います。これなんでかっていうと、これね、キングダムとのコンボにあっちゃうんですけども、キングダムとのコンボでこのカード最強すぎて、どういう効果かっていうとね、装備モンスターのコントロールをまずトゥーンワールドが存在してると得ますよと、IT フィールド上のモンスターに装備して、まあ、要は強奪ですね。強奪、あの禁止カード、極悪禁止カードと言われてる強奪と一緒の効果します。で、装備モンスターはトゥーンモンスターとしても扱って、相手のフィールドにトゥーンモンスターが存在しない場合は装備モンスターは直接攻撃をすることができちゃいますと。で、キングダムがトゥーンモンスターに対象耐性を、付与できますし、トゥーンモンスターが破壊される場合にそのデッキトップを除外すると耐えるっていうことができるんで、実質このカードを装備した相手のモンスターは対象耐性と破壊耐性が付与できるんですね。でしかも直接攻撃ができると、これさすがに強すぎで、直接攻撃とかうんぬんかんぬんする前にこのカードが装備魔法でございますので、装備魔法と相性がいいテーマっていうのが、遊戯王界隈に存在しまして、それがですね、みかんこなんですね。みかんこって、例えば大姫のみかんこは自分の、墓地または自分の墓地か、自分の墓地の装備魔法カードを、装備からのモンスターに装備するよという効果を持ってまして、これ何でもいいんですね、装備できるのが。だから例えばコミックハンドを装備することもできちゃいます。だし、あとこの、みかんこ神比べ、これは、自分のフィールド上にみかんこモンスターが存在しているとフィールドの表側表示モンスターに、装備魔法をデッキからつけるという効果がありまして、これ何でもいいんです、装備魔法で。これでコミックハンドをつけるという動きもできますと。いうので、今回は、NTR 軸、みかんこコミックハンドデッキをね、作ってきましたはい。だからね、これ使ってる感じ結構相性いいです。はい、で、一応、まあ、ちょっとふざけてるんですけど、割とコントロールダッシュのカードをたくさん入れてるんで、まあ、例えばニニ のコントロールダッシュ効果とか、あと、ロンドンによるコントロールダッシュ効果とか、あと参戦でのコントロールダッシュ効果、コミックハンドのコントロールダッシュ効果などなどね、こういうコントロールダッシュを無限に積んで、相手の、出してきた全モンスターを全パクリしていこうと、いうふうに思っています。やっていきましょう。はい、デュエル、スタンバイ。きたー、ハンドリュウイーソン来ました。これだけハンドリュウイーソンの時が一番強いですラバゴは一枚あった方がいいと思うんですけど、基本的にはハンドリュウイーソンの時のパワーがですね、えげつない高いと言われていまして、まあ、分からせることができる可能性があります。はい、まあ、ちょっとどのくらいの盤面になっちゃうかっていう話はあるんですけども、まあ、双剣ですね。はい、双剣くん、なんかなんだかんだこのデッキずっと強いのすげえな。まあ、一生強いねこれこのデッキいつの時代のデッキだっていうあれだけどもさ、なんかこの間のね WCS でも OCG 部門でもね準優勝されてた方は双剣デッキとかでしたからね。このデッキいつまで強いねみたいな話だよね。なるほどですね。いつも通りの盤面といったところ、プロ落としとかは出ない感じ。あ、まあプロ落とし出てもいいんだよね、別にプロ落としをパクればいいから。で、私のターン、ドゥルー。あ、なるほど。バロネスを吐かせたい、できれば。もはやこういうカードに打ってくれたりしないかな。さすがに無理かな。ちょ、儀式の準備とか打ったらさ、やばくないこのカード。儀式モンスター。はい、すいませんでした。で、まあ、しょうがない、確実に踏みに行くか。ちょ、それぐらい。まあこれは無効にせざるを得ないでしょ。ああ、まあまあ、そうだね。無効にせざるを得ない問題が発生。これで、もう大丈夫なので、ですね、こっからかな。で、これして、で、こうして、で、赤章を処理しないと、ワンチャン双剣暗転である可能性があるので、暗転かどうかちょっと分かんないんですけど、チェーン的にちょっと赤章のチェーンが一緒あるんで、あー、増陣ね。はいはい、いいでしょう。増陣はいいや。まあ、参戦の際はね、引っこ抜くよりもドローした方が強いんで、このデッキは。まあ、パクるかとか死ぬほど入ってるからね。で、2に特殊。はい。で、戻ります。まあ、こっからですね、問題は。
いやこれね、3戦で焦ってパクるに行くよりもね、これ2投手が強いんじゃないかって説あるね。これ裏で止められちゃう可能性あるんだけど、2投したい。ちょっと刺して、もう俺が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 、よし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 。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、ちょっと待って、トゥーンの目次発動、これはでかいぞ。トゥーンの目次の効果によってですね、トゥーンキングダムを持ってくればいいですね。で、からのトゥーンのしおりで、トゥーンワールド系のカードを持ってこれるので、これで、謎の手持ってきてこの謎の手最強だからね。この謎の手が世界強いから、装備カード界最強と言われています。で、トゥーンキングダム発動、でトゥーンキングダム発動してカードを、上から3枚除外する。精神操作いったらどうでもいい。で、ここでコミックハンディング発動、これ相手のモンスターに装備することできるんですけど、装備モンスターのコントロールを得るという最強の効果。おい伸びた、そのモンスター強そうだな、俺にくれよ、俺のもの。あ、なるほど。まあそれ破壊されるぐらいだったら撃つかみたいな話かまあ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 、まあ、破壊されるぐらいだったら撃つか理論ね、これ。で、そうですね、これは召喚して増殖するジーカですけども、フーリーは召喚していいんじゃないかといった説ありますね。で、フーリー召喚する。で、迷わし取りを装備しまして、トラップカードを持ってきるムーブをしたい。さあ、これで、みかんこモンスターが対象に取れず、なんかあるな、何、まあでも破壊されねえか、装備カード装備してるか破壊はされないと思いますが、ちょっとガンマうざいな、うざいな、どしいな、あのデッキ。まあ確かに普通にガンマね、強いよね、この双剣から飛んでくるガンマめっちゃ強い、シンクロ8できるから。なるほど、じゃあ殴る必要性もあんまないの、守備力ゼロだな、あいつら、ふざけんな。守備力ゼロのモンスターマジ厄介すぎる、ビカン君にとってどうしよっかなこれ。いや、もうやることねえな。まあ、とりあえず、バロネス君は、フルール、トゥーンフルールドバロネスになってるんで、一応対象に取れません。キングダムの効果によって。で、ダイレクトアタックをすることが一応できますといったところですが、だからダイレクトアタックできんじゃん、やべ、忘れてた、ダイレクトアタックするの忘れてたやべ、もったいねえ。3000ポイントの大ダメージを与えることができたのに。普通にミスった。大霊砲双剣門、はい、どうぞ。パクヤ、強いな。で、パクヤ効果か、なるほど。ちなみに今、無効にする系の、効果はないんですけど、パクる効果一応あるんで、まあ、NTR 的なんでね、まあ、NTR をひたすらにしていきたいといったところなんですが、これでトークンが出てきた。で、レベル8シンクロされると、重複が出てきてやばいので、まあ、とりあえずこれいただきますね。で、バクヤ君をいただく。OK。まあ、一応エンドフェイズまでコントロールを得るという効果を持っていまして、まあ、お前のものは俺のもの理論で、あ、ビッシュだ、やばい、忘れてた、やばいやばいやばい、ちょっと待って、いや、わからん。でも、バロネスが対象に取れなくて、相手困ってる可能性はある。あ。トゥーンバロネスが俺のトゥーンバロネスが、まあ、俺のっていうか、お前のなんだけど。ああくそ、やばい、やばいことが起きた。流走軽減、何、いや、でも大丈夫だ。あの、フーリ君の効果で対象には取れねえ。そして、装備カードを装備しているため、フーリちゃんとニニは効果で破壊されることはない。いや、ただちょっとコントロールダッシュガスになってきたな、これ。激アツの、ジャイアン VS ジャイアンといったところ。双剣って意外と対象に取れない効果、戦闘破壊されなくて対象に取れないモンスター、意外ときついんじゃない説ある。でも、昌栄が一応いるか。昌栄でも今のところは出せないな。はい。で、8から12、12シンクロ入ってないだろう、あのデッキ。あ、流速剣剣、何、やべえ、8からの13、あ、いや、でも大丈夫なんだ、最高のパニッシャーでもあんま関係ないか。いや、これ、なんだかんだ対象に取れないとかいうフーリちゃんの体勢、あまりにも強すぎて、相手、突破できない説は結構ある。赤章で暗転加えたところで、まあ、それ、両方とも、私は聞きませんといったところで、あれ、これ、意外と、マジいけるんじゃん、いや、これ、3000で、ダイレクトしてたら勝ってたやん、これ。最悪や。3000ダイレクトしてたら勝手な説ありますね。ですね、まあ、バロネス君の効果発動します。で、バロネスは無効効果も使ってるから変身する感じかな。墓地からなんか蘇生する効果ですね、これ。なんか何蘇生したので、そんなに強いモンスターいなそうだけど。はい。なるほど。で、バロネス効果で、
タイが出てきて、まあ、タイあんま関係ない、また石章と暗転ってことだね。石章と暗転、トゥーンキングダム発動します。で裏側でデッキトップ除外します。これ通るんだ、なるほど、これ通るんだ、へえ。まあトゥーンの目次か、トゥーンの目次発動します。あーでここで暗転か、なるほど、暗転でこれ何破壊すんの、はあ、はあははあ、タイヤとトゥーンキングダム、まあトゥーン氏のしおり発動してトゥーンキングダムは破壊されません。でタイヤどっか行きました。でトゥーンの目次でしおり持ってきます。でしおりを打ちます。でコミックハンド持ってきます。で謎の手で相手のモンスターパクります。謎の手で相手モンスターパクるゲーだな、これマジで。この謎の手マジでね最強なんですよね。これねコミックハンドって装備カードなんでね、装備できるんですよね、一応未完工の効果とかで一応ね。でこれはですね、いよいよトラップ持ってきとくか。でもこの儀式モンスターいらねえよこれ、ちょっとお前多分今日役目ないわ、さあ後で一回でも回収機が別にいいよこれで。でですね、まあ、チューナー残しとかない方がいいかな、まあ、一応バトルフェーズ入ってチューナーしょって、でまあ次のターンあたりに、まあ、仕掛けていくスタイルでいきますかね。で神比べセットしてエンドと、はい。で今関翔くんはちなみに対象には取れません。なんでかっていうとトゥーンモンスターだからです。トゥーンは無敵の生命体なのですってことで。あちなみになんですけども、未完化の神比べでコミックハンドを相手のモンスター装備してパクるという動きもできます。ちなみにね、これ未完化モンスターと同じ場合フィールドの表が表示モンスターに装備カード装備するっていうデッキからいう効果で、あー心からいらねえな今。なんでかっていうと相手にモンスターいねえからだ。バトルフェーズいけ、トゥーンは無敵の生命体なのです。いやこれマジで多分ね、バロネスのね初手ねぶん殴りがあればもっと早く終わってるはずだね、これね。さあ、あまりの強さにビビっていることでしょう相手。ついに裏側守備表示、ついに裏側守備表示にしてきたぞ。なるほどな。どうしようかな、心変わりしよっかな。心変わりなんだろうあれ。まあどうせロックラモンスターじゃないけど誘発とかだからな、これ。え、これ増殖する G か。笑った。増殖する G、 笑いましたわ。増殖する G いただきまして、え、これはもうこれで勝ちか。こうしてで、こうして1800と2800があるから、なんかあるね相手、なんかあるけど、まあとりあえず一回ちょっとバックやもらうわ。バックをやいただきたいんですけど、なんかあります、なんかありそうだね。あー、エフェクトベイラー、なるほど、エフェクトベイラー、なるほど。ですね、セレーネアクセスで確かな。ちょっとフーリー君一回どいてもろて、はい。でセレーネ、あ、ちなみにね魔法カードめっちゃ使うからね、カウンターがやばいっていう。カウンターがやばいっていう話ある。でこことこことここでめちゃくちゃカウンター取り除いて2に出して、で、まあ、アクセスして、はい、これで5300と2300だから、まあ、実質これで8000といったところ、はい。まあ最終盤面何これみたいな場面あったけど。おう、おい、伸びた、お前のデッキ全部俺のものだ。突然ですが皆さんは Wi-Fi 使っていますか。今や Wi-Fi がないと人間生きていくことはできないと言われています。街中が無料 Wi-Fi スポットであふれかえっている中ですが、あなたが今アクセスしたその無料 Wi-Fi を経由してクレジットカードの決済情報、そして SNS のログイン情報、ウェブ検索履歴などなど、ありとあらゆる個人情報が抜き取られているかもしれません。そんな皆さんに朗報です。エクスプレス VPN を使えば、あなたの利用する端末とインターネットの間のトラフィックが 100% 暗号化されます。これが何を意味するかわかりますか。エクスプレス VPN は皆さんの個人情報をハッカーから守ってくれるんです。そう、もう個人情報が抜き取られる心配はなくなります。
さらに完全匿名状態でのウェブ検索も可能なので、いかがわしいサイトにいくらアクセスをしても奥さんや恋人にバレる心配はありません。そしてエクスプレス VPN はとっても簡単に使えます。アプリケーションを起動しボタンを押す、ただこれだけ。難しい操作一切必要ありません。エクスプレス VPN はサポートも充実しています。24時間年中無休のカスタマーサポートおよびライブチャットをご用意。そしてこの動画を見ているあなただけにエクスプレス VPN の裏技を教えちゃいましょう。エクスプレス VPN ではインターネットに接続するロケーションを選べます。場所ですね。ということはそう、例えば日本にいながらにして海外のネットフリックスにアクセスをするといったことも可能なわけです。日本のネットフリックスでは見ることができないジブリ作品なんかも見ることができちゃうんですね。エクスプレス VPN が最高であることはもうお分かりいただけましたね。そんなあなただけに今だけ3ヶ月間無料になるキャンペーンを実施中です。概要欄にリンク貼ってあります。ぜひチェックしてください。ところで VPN って何の略？さあ増殖する G が通るか系がやってきたぜ。黒い旋風何？これインチキ効果デッキだろ。これ出た、インチキ効果デッキや。やべ、これ召喚だから意味ね。インチキ効果もいい加減にしよう。お前旋風2枚が強すぎるだろ。ぐぬぬぬぬぬぬ。マジでこれ増殖する G 通るか系でしかなくなってきたな。通んなかったら負け、通ったらまあ多分いけるといったところですね。まあ天帝の使徒がまあ無限に強いという話はあるので、まあ、通ればなんですけどね。まあこっち、ちなみにこっちはエクサデッキはあんま使わなくても、あの相手のモンスターを全部パクるっていう、まあそういうデッキなので、まあ、あんま関係ないかなと思って、天帝の使徒は割と相性がいいかなと思って入れてます。はい。まあ、ね、たまにね、シェリダン出したりとかあるんですけどね、アクセスコールド出したら勝てるなとかいう時はあるんですけど、まあ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 、トゥーンキングダムが発動された、場合、コミックハンドが最強になって、相手のモンスターをパクってさらに相手のモンスターを対象に取るだけするっていうのが意味ではわからない体制が付与できるんで、まあね、本当にコミックカードとかいうねカードマジで強いからね、本当このカードだけはね本当にね、まあこのカード使うのは手札ないんだけど、まああのコミックカードだけは最強という話ですね。でそろそろ特殊化してくると思うんですね。バータ特殊買ったも入ってきて、でバータ効果で、てかお前サーチしすぎやて、ちょやりすぎやて、お前さーインチキ交換をいい加減にしろよ。ちょマジでやめて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 ね。これ裏だって言われたら俺おつやだから。でシャマールはいいよ。シャマールはいい。あの旋風は置きな。もういくらでも。もう2枚も買ってたから3枚も2枚も変わんねえわ。で、これでバータ効果。ここちょお願いお願いお願い、マジで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 、ちょ頼む頼む頼む、マジで頼む頼む、やめろ黙れ。よっしゃー通った、ちなみにこれ多分通んなかったらさすがに負けでした。はい、これで止まってくれたら止まってくれたら、まあ別に多分大なんとかなるし、止まんなかったら止まんなかったら全部パクればいいしみたいなね話あるんですけど、なんか止まんなそうだな、ありえない展開してくる感じか。止まるんじゃねえぞってことこれ、これノンストップってことこれ、やばい、マジでノンストップじゃんこれ。これ最後まで行くんかなこれ、もしかして。いや俺なんか関係ねえ、最強盤面作ったらお前、ま、勝てないやだろみたいな話でしょこれ。クロウさんね、自信満々ですか。テイクさんやばいことになってきたな。相手なんか全然止まんねえけど、お前なめんなよマジで、マジなめんなよ、お前ぶち殺してくれるからなマジで。てかあれだな、あいつうざいな、あのフルアーマードちょっとラバコ来ねえと処理できねえな。これ完全体制はね、パクれないんで、基本的には。だから完全体制モンスター出てきちゃったら、もうラバゴするしかないんですけど。うわ、アビクスも来た。強いですね。じゃラバゴ全然来れんだけど、やばすぎ。ラバー&ゴーレムさんが来ないとね、ちょっと完全体制は引っこ抜けない。まあ一応横3ゼロから、まあ自爆特攻しまくれば、まあいけるかもしれないけど。うわ、ブラックフェザーアサート来た。コミックハンドめっちゃ来た。これは強い。コミックハンド、あ、てかこれ全部、あれか。フルアーマードの横のやつら全部パクって誰としては勝てる説あるけど、ああまあ旋風ね、はい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 、いいでしょう。まあ一応ライトニングストーム打ってからかな。うわー、うーわ、マクシマム引いちゃった。天帝が打てない。
なるほど。まあ、とりあえず、ちょ、どっから行けばいいのこれ。手札多すぎて、わけわかんなかったけど、まあ、とりあえずライトニングストームで、まあ、後ろですね。とりあえず後ろ破壊したいです。まあ、前のモンスターを破壊しちゃうと、パクるモンスターになくなってやばいので、まあ、多分これアビスで止めてくるよね。はい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 、オッケー。で、アビスで止めてきます。まあ、こっからですね、問題は。だから、まあ、ちょっと参戦の際は、一回ちょっと待っとこ。2ドローしてラワゴ引きに行くわ。できれば。案外一の時のためにね。で、主要理発動しまして、トゥーンキングダム持ってきます。でですね。お、これでデッキ圧縮は完了した。これそろそろ、かましに行っていいな。で、大姫のみかん子発動して、まあ、ちょっとこのバーン痛えけど、ちょっとあれなんですよね。後ろカードが、ちょっとまだ一応未確定のやつが一枚あるんで、多分ブラック、なんだっけ、バードクローズじゃなくて、なんだっけ、インチキシンクロのカードが多分一枚あるんですよ。だからそれは、処理したいので、これですね。墓地に送ることによって、天帝の板。天帝の一致とを、まあ、一応アクティブにしていくというスタイル。一応後ろ。さあマクシムスドラグマ君を墓地から回収しながらヌトツ砲をぶちかますことができる。で、はい、そう引いちゃうとね、天帝の人腐っちゃうんですよね。まあ、ここだけ注意ですね。でヌトツの効果によって相手の、後ろぶち壊していくが、あーツインシャドウか、あーツインシャドウか、そうです、ツインシャドウ、それでツインシャドウでなんか出てくる。これなんだ、あ、秘めたる思いなんだ。秘めたる思いをその翼に現出していくが、あんま関係ないかな。いってえ、マジでいってえ、あいつ。ちょ、うっとしいな。あいつパクるか。あいつそろそろパクるに行くか。ちょっとバーンダメージがいってえ。さあ、無限の展開力を見せてくる。無限の展開力を見せてくる。そろそろトゥーンキングダム発動しに行ってんじゃん。で、トゥーンキングダム発動していく。で、キングダム効果によって、あ、サルンガ、なるほど。あ、ここでね。あ、確かに。発動中なので、これ破壊すると、これ耐性付与できないこれもしかして。トゥーン。トゥーンのしおりでの。まあ、2枚あるから別にいいんだけど。あー、なるほど、そうなるんだ。発動が確定しない状態でだからっていうことなのかな。ちょっとわかんないけど。まあいいや、まあもう一枚あるんでね。で、3枚除外する、フーリッター。さあ、じゃあちょっと、ジャイアンブームするか。おい、伸びた！そのモンスター強そうだな！くれ！おい。全部こっち来た、全部こっち来たぞ、全部こっち来たぞ。ちなみにこれで全員殴ったら勝てるじゃないか説結構あるんだけど、まあ、一応後ろあるから、まあ、一応ケアするか。なんだろうね、あの後ろのカードね。あ、てか後ろのカードアビスでケアできてんのか。やれること多すぎてどっからやったらいいか分からなくてきた。3戦の際発動、ちょいちょい2枚ドローで、はい。まあコントロールはパクれないんでね、フルアーマードウィングさんは。あ、来たわ。なるほど。来たわ。ちょっとお前のなんか最強モンスターと、そのなんかよくわからない強そうなモンスターを、まあ、リリースしまして、これ差し上げちゃう。これあげちゃう。で、みかんこのアラベスク発動して、で、ラバゴに装備して、で、返してもらって、返してもろて、返してもろて、はい。で、2に出す、タンキーか。いや、横回置を投げることないな。横、はい。で、まあ、一応、みかんこ、打ち込んで、大姫出しに行く感じでいいかな。あ、増獣ね。まあ、もう今さら。てか、このデッキ、特殊召喚ほとんどしねえから、増獣もあんまり刺さんねえよな。はい。
で増字打っていく、まあ、一応墓穴とか入ってないんで、まあ、全然ね、強いですねそのカードは。はい、で、どないしましょう、何できるんですか。伝承ですね、なるほど、まあ、一応伝承発動しまして、あ、なんかありますね。で、まあ、迷わし取りかな、まあ、あんま関係ないけど今ミカコいねえしな。まあ、一応ちょっと迷わし鳥を装備したいんですけど、なんかあります？あ、抱擁か、なるほど。でも対象取れないんだよね、あのトゥーンモンスターは。そう、そこしか、そこから2人しか対象取れないっていう非常に厄介な効果になっておりまして、まあバトルフェイザーいきますか。はい、で、全部通り越して顔面ぶん殴りますトゥーンは無敵でーすまあ俺のモンスターじゃないんだけど、あー、まあ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 悪くないハンドではありますね。はい、まあ、言うてね、先行で相手のモンスターパクりまくるのが楽しいんですけど、なんか割と高校の勝率もそこそこ、まあ、そこそこですけどね、まあ、別になんかすげえ無限妨害構えられると結構きついんで、まあ、普通に負けることは余裕でありますけど、モルクリケッツ、何？最強カードじゃないか。これは久しぶりに当たったな、ナチュルですね。モルクリケット君リリースするとカメリア出せる。で、カメリア効果でナチュルカードを送れます。あ、新生児ね。で、新生児ナチュルカードサーチ入れます。で、あ、やばい、タケノコ来た、やばい、そのタケノコは。あ、タケノコはね、タケノコあかんねえ。説明しよう。ナチュルバンブーシュート。ナチュルと名の付いたモンスターをリリースしてアドバンス召喚に成功したこいつがいる限り、僕は魔法トラップ1枚も使えません。え、終わりじゃね？じゃあ俺これ魔法トラップカード使えんくなったらどうやって勝つのこれえ、ちょっと、で、魔法トラップカード使えんくなったら僕どうやって勝てばいいのよこれ。なんかモンスターでなんとかするみたいなカードほとんど入ってないんだけどラマゴ引かないと無理だよ。ちょ、すいません、何もできません何にもできません。ちょ、バンブーシュート強すぎて草